これは、知人が大学時代に体験した話。彼は、ラグビー部に所属にしており、その夏、某所に合宿に行った。熱心な部だったようで、朝から夕方まで練習に明け暮れていたようだ。ある晩、友人と2人で、寮の部屋で時間を過ごしていると、どちらともなく、暇だから気も試しにでも行かないか、という話になり、せっかくだから、めちゃくちゃ怖いところに行こうと。 夜中には行ってはいけないと、評判の近所の神社に向かった。入り口に着くと、そこは、うっそうと木が生い茂り、空気もどこかよどんでいた。この嫌な雰囲気には、二人も少し寄与された。境内は高いところにあり、そこへスーッと、長い石階段が延々と続いていた。二人は、とぼとぼと階段を上り始める。しかし、道がかなり暗く、 足元もゴツゴツしていて登るのに骨が折れる。知人は内心怖かったのだが、それをごまかすかのように、冗談半分に、友人へ話をふる。しかし、暗いなあ、こんだけうっそうとしてると、誰かうちのときまいりでもしとるんとちゃうかかもなあと、友人が笑っていると、コツンコツンと音が聞こえてきた、うお。となって、ずーっと音の方向を見てみたら。 白い服を着た女の人がいた。本当に絵で描いたように、鉢巻きして、白装束で、ろうそくを額に立てて、藁人形に、五寸釘を、金槌でガン、ガン、と打ちつけている。それを見て、さすがに、ラガーマンである、二人も、背中に冷水をかけられた風になった。見つかってはならないと思うのだが、二人とも、恐怖で体が動かない。中腰のまま動けずに、 茂みの中からそれじっと見てしまい、目が離せない。女の人は、真っ青な顔で、一点を見つめて、一心不乱に藁人形を打ちつけている。30分ぐらい見ていた気分だったが、実際は2、3分だっただろう。そのうち腰が抜け、膝がガクガク震えてきた。友人が、足をじりと動かしたとき、足元にあった甲羅の空き缶が語りと倒れて、石段を、カーン。 カーンカーンとててて落ちていった。そうしたら、女が、ぎっぎっとこっちを見て、目と目があったときに、見たなと口を動かした。その瞬間、二人は金縛りが解けたように、体が動き、すくっと立ち上がることができ、席を切ったかのごとく石段を駆け出した。すると、白装束の女が、手に金槌を持ったまま、フラ,フラーフラーってスローモーションみたいに追いかけてくる。 ラグビー部の二人は、ラグビーで鍛えた足で、階段をものすごい勢いで降りているのに、後ろを見たら、常に自分の肩先あたりに女の人がいる。ずっと、必死で逃げているのに。ずっと、合宿先の手前まで、肩のすぐそばに顔があった。部屋に駆け込んで、扉を閉めて、すぐに布団をかぶって、震えながら眠りについた。次の朝 あまりに恐ろしい出来事だったので、夢だったかもしれないと、知人が話すと、いや、夢じゃない、俺も見たと、彼の友人は答えた。しかし、白装束の女は二人の見まりがいだったかもしれないという話になり、試しに現場に戻ってみることになった。神社に来てみると、石段が血でべっとりになっていた。女は裸足で追いかけてきたから、足の裏が切れたのだろう。その血は、 合宿先にも続いていて出るときは気づかなかったが内部にまで続いていた自分たちの部屋の前まで続いており扉の前には血で水たまりができていたおそらく女は一晩中、知人たちが扉から出てくるのを待っていたのだろう最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル。 登録お願いします。